YouTube をご覧の皆様、ボンジョールのデルノチです。はい、漠然とね、未来家内ですけども、2018年の、最適無課金編成というのをね、やっていきたいと思います。おそらくこれなんじゃないかなと。はい。このね、エスカトロジーの衛星弾、これがめちゃくちゃやばいね。もうザコ処理 能力が高すぎると思います。僕はゲージが結構早いから、それだけがねちょっと心配なんだけど、ほらこんな感じでね、反射なのに信じられない動きというか、乙姫はもうね、言うまでもなく最適だと思います。ドラゴンキラーのね、ここやることないな。はい。どっちのあれかね、分からなくならないように、あえてこうね、正月バージョンとノーマルバージョンと、一体ずつ編成してみてみます。あー、右だけやっちゃったか。まあでもここにね配置しとけば衛星弾が入るので、もうちょい右行って、あー惜しいな。よし、多分いい削り出てるはず。ほらね、いやちょっとねすごいよこれ。そう、ここもどかしいな。これでまんべんなく両方削りながらいけない。あー、クソクソクソばっかいけんね。はい、これでもう右は瀕死ですね。これで縦貫できないか。横貫すればもう入るでしょう、おそらく。よし、 OK。いや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 、ちょっとなんか今日、今風呂上がりで髪ボサボサだったから帽子かぶってるんだけど、顔のね、認証が、ここのツバのところに来てんだよね。そんなところに僕の顔ないよっていう話だけど。見てこれおかしいでしょ、衛星弾の威力が。まあ、調整ももちろん強いんだけど、これ持って上上がっときゃもう間違いないですみたいなさ、感じになっちゃってるから。ね。2体持ってない人、持ってないっていうか育てりゃいいんだけど、マグメル1体入れてコピーするっていうのもありかもしんない。いやー、すごいね。はい。あ、このね、乙姫は、遊撃の特急ついてますね。一応、伝えておきます。これもこれ引っ張って暴れてみようか。バリアも矛も一手で壊しちゃった。すごっ。乙姫の友情も投げつなかったね。いやー、すごいキャラが出たもんだ、本当に。降臨ですよ、これ。イメージが早いからね、それで重力切れちゃうっていうのがね。するわ。こんな無課金編成見たことないね。はい、さあ乙姫一発 SS 打ってみようかね。バリア壊れたところで、ああワープ出てきちゃったか。こんな感じで、はい、強いショット。嘘だろ、やば。あ、今赤い方の砂時計取ればよかった。はい、4分41秒。いやー、これ7分台でいけちゃうんじゃないの、無課金で。ちょっと位置が悪いね。
両方壊しちゃったか。まあいっか、割合までにねいけるでしょう、この編成なら。はい、向こうにアクアドラゴンをね倒したい。はいはいはい。で衛星弾引っ張って、バリア壊しましょう。ここも行って、ああいいね、最高最高。ああちょっとこれ悪いな。割合食らっちゃいそうだな。ここの頂線のところに挟まりたい。ダメか。くぅ、乙姫の SS 打ってなければね、いけたんだけど。あー、割合食らっちゃった。まあまあまあ。食らっても大丈夫パターンをお見せしましょう。という言い訳だけど。いやいや、中ボスで使う必要なかったね、 SS ね。でもすぐ溜まるから、もう溜まったしね。はい、上行きたいな。オッケーオッケー。ワープ出ちゃったか。下から出てくると踏んで、オッケー。衛星弾恐ろしいね、マジで。中アクアドラゴン真っ先に処理しておきましょう。いやーすごい時代ですよ、もうほんとね。なんかちょっと若干インフラって言ってもいいんじゃないかな。押すとどう思いますか皆さん。友情の威力じゃない。はい、彼方の楽園は俺たちが守る。またこのね SS も面白いんだよね。全員で十字レーザーなんだけど、そこにドラゴンキラー乗っちゃうからね、これね。あいつね、厄介なことしてくるからね、早めにやっていきましょう。よしよし。上にいんのやだな。レザバリがあるからね。この状態で次 SS 打ったら面白そう。いやーすごいね、半分削っちゃうんだね。さあ挑戦もどうか。じゃあほい、はい。じゃあレーザーバリア消えたところでね、みんなで SS 打ちましょうか。できれば本当はねドラゴンキラー乗せたいから、これがこう入るように、これぐらいどうだろう。はい、スタッシュと。あんまり、乙姫のレーザーが入らなかったね。割合とか関係ないもんね、これね、もう。はい。これでまっすぐ入るんじゃないかな。ズドン。オッケー。いやー、これね。アバロンもいろんな無課金出したり逆属性とか出てるけど、未来かないもこんな感じになっちゃいましたね。はいはい、ドロップもいいということで9分30秒。もうちょっと早くいけるね、きっとね。あのシャークマンとこ手間取っちゃったっていうのはあったんでね、まあ8分台ぐらいでおそらくいけるでしょう。
はい、というわけで2018年版未来かない自信無課金編成でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もまだの方ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画で、チャオ。